ね、下車いたしました。行き違いですね。はい。5分じゃなくて。え？タクシー。呼んでません。私違います。なんかタクシーね、通られますね。意外と私もっとね暗いと思いましたけどね、意外と明るいです。だから涼しいです。少しねやっぱり湿度はねまあ少しばかり高いですけどね。列車行きましたね。次はね、網走駅です。こんな感じですね。はい、じゃあ向かいますね。舗装はされていません。まあいろんなことありますよね。北海道来ましたらね、冒険す鍛えられます。感じですね。本来ならね、もう一台遅い列車だったんですけどね。なるほどね、旭川で。また帰るのは全て自分自身はね頼まないと。すいません、これもちろんダメです。本当にね困っていただけません。少しね、小雨のようなんでね、カメラしまいます。じゃあ、ここでね、動画ね、一旦ね、止めますね。霧雨のようなね、雨降ってね。これ、盗んでいけません、これね。じゃあ、こちらでね、動画終了となります。ね、レンズのところにね水滴ついてますんでね、拭いてから旅館に向かいますね。